って誘導員の後ろバックストレッチに入っていきます。さあまだ誘導員の後ろで並走が続いています。7番の村上、3番の川端、残り600の鐘。さあまだ動きがない、並走状態続けるが、ここで3番の川端が前に出ました。7番の村上は下がっていきます。後方から6番白川が巻き返す。さあ6番白川が前を叩いて先行していきます。残りが1周、白川の先行、2番手は1番の大沼、3番手少し車間が空いた3番の川端、5番手にいるのが7番の村上、縦1列でバックストレッチ。さあ6番の白川が軽快に飛ばしていく。2番手は1番の大沼、3番手3番の川端だが、まだ車間が詰まらない。その外当たり前、7番の村上も上がってきているが、これも苦しいか。4コーナーから直線、6番の白川先頭、追ってくる1番の大沼、外から3番の川端伸びてきた、ゴールイン。大沼と川端の一着争い。